シュタイアーマルク公国は現在のオーストリア南部に存在した公国。1806年まで神聖ローマ帝国の両方であり、その後も1918年までオーストリアハンガリー帝国のツイスライタニエンを構成していた。この地には10世紀末からシュタイアーマルク辺境白領が存在していたが、1180年に神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世が バイエルン公ハインリヒ十二世を処分するとともに、シュタイアーマルク辺境白オタカル四世を公に昇格させ、近隣ロケルンテン公国やバイエルン公国と同等とした。こうして、オタカル四世は、初代、シュタイアーマルク公となったが、死死のないまま1192年に死去したため彼の代でオタカル長は断絶した。1186年に結ばれた。 ゲオルゲンベルク協定でおたかる4世は、バーベンベルク家のオーストリア公、レオポルトモセイを後継者に定め、以降シュタヤーマルク公国は、オーストリア公国と同君連合の形を取ることとなった。グラーツ・シュロスベルク1246年、フリードリヒ2世が、ハンガリー王ベーラ4世にライタ側の戦いで敗れ、戦死したことで、オーストリア公国のバーベンベルク家は断絶した。 当時の神聖ローマ帝国は皇帝フリードリヒ2世一世の末期で、著しい混乱と皇帝懸垂退の時期にあり、オーストリアシュタヤーマルクの継承問題は、ミカド国内外の諸国を巻き込んだ大騒動となった。両皇国は1254年に、一旦、ハンガリー王のものとなったが、オーストリア皇、フリードリヒ2世の姉マルガレーテ・ホンバーベンベルクの、 夫だったボヘミア王オタカル2世がクレッセンブルンの戦いでベイラ4世を破り、両国を奪った。オタカル2世は翌1261年にマルガレーテと離婚し、ここにオーストリアのバーベンベルク家は完全に消滅した。一方オタカル2世の勢力拡大を恐れた他の諸侯によってハプスブルクハクルドルフ1世がドイツ王に擁立され、彼は両国を 自らの報道であると宣言した。1278年、マルヒフェルとの戦いで、オタカル2世を廃止させた、ルドルフ1世は、息子のアルブレヒト1世とルドルフ2世を、オーストリア・シュタヤーマルク両公国の共同統治者とした。これ以降、シュタヤーマルク公国は、ハプスブルク家の所領となった。しかし、ゲオルゲンベルク協定では、 不可分とされていたはずのオーストリア公国とシュタヤーマルク公国は1739年のノイベルク条約で分割され、シュタヤーマルク公国、ケルンテン公国、クライン公国といったインナーエースター来ヒは、レオポルト三世紀の子孫が支配することになり、グラアーツに宮殿が置かれた。1456年にシュタイエルスカのゼリエ薄領が編入されたことで、 シュタヤー・マルク公国の領域は大きく広がった。また1457年、レオポルト系のフリードリヒ5世の下で、オーストリア公国とシュタヤー・マルク公国は、同訓連合に復帰した。その後のマクシミリアン一世は、1496年にシュタヤー・マルクから、ユダヤ人を追放する法令を出し、少なくとも1856年までは、グラーツに帰ってはいけないとした。 1512年、シュタイアー・マルク公告は、オーストリア・クライスに編入された。シュタイアー・マルクをはじめとするインナー・エース・ター・ライヒは、1564年以降、フェルディナント一世の息子の代で再び、ハプスブルク家冒険領として成立した。兄のマクシミリアン二世が定位を継承し、弟のカールが、インナー・エース・ター・ライヒ対抗カール二世となった。この時代、グラーツは、 宗教改革の一中心地となったが、イエズス会に鎮圧され、その影響下で1585年に、グラーツ大学が設立された。その影響で、プロテスタント色が強かった、マクシミリアン2世系と異なり、カール2世系は強硬なカトリックの家系となり、1598年には、カール2世の息子フェルディナント2世がグラーツから、プロテスタントの聖職者、牧師を追放した。 当時グラーツ大学の教授だった天文学者ヨハネス・ケップラーもこの煽りを受けて失職している。マクシミリアン二世系の神聖ローマ皇帝は三代で途絶え六百十九年にフェルディナント二世がハプスブルク家のすべての所領と定位を継承した。当時のインナーエースターライヒは十六世紀から十七世紀にかけてオスマン帝国による二十回近くに及ぶ進行を受け、 土地が荒廃し人口が減少、流出し続ける悲惨な状況にあった。第一次ウィーン包囲などの遠征時には、徹底的な破壊を受け、戦艦機でも、教会や、町、村は、アキンジのような非正規兵によりたびたび破壊や略奪に、見舞われ、住民は、オスマン兵に殺されたり囚われ奴隷にされる恐怖に、怯え続けていた。下やマルク広国の領域と現在のオーストリア。 スロベニア、オーバー・シュタイヤー・マルクと、シュタイエルスカ1804年以降、シュタイヤー・マルク広告は、オーストリア帝国の一部となった。フランツ2世の弟ヨハン・バプティスト・フォン、エスター・ライヒは、シュタイヤー・マルクの発展に尽力し、1811年に、ヨアノイムを、1840年に、レオーベン大学を設立した。また、ゼメリング鉄道やオーストリア南部鉄道の開通にも、 多大な功績を残し、これらの鉄道は、シュタヤーマルク経済を飛躍的に発展させた。1867年のアウグスライヒでは、シュタヤーマルク広告は、チスライタニエンに組み込まれた。ナショナリズムの台頭とともに、ドイツ人住民とスロベニア人住民の対立が深まっていった。第一次世界大戦により、オーストリア・ハンガリー帝国が瓦解すると、 ドイツ・オーストリア共和国は、すべてのツイスライタニエン、ドイツ語話者が明確に多数を占める地域の領有を主張し、旧主体やアマルク公国の大部分を併合したが、主体エルスカのスロベニア人は、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国に参加した。この二つの短命政権は、マーリボルを中心に軍事衝突を繰り返したが、1919年のサンジェルマン条約で、 最終的な最低額だった。旧シュタイアーマルク広告量は民族協会で分割され、首都グラーツを含む3分の2にあたるオーバーシュタイアーマルクがオーストリア第一共和国に残留し、マーリボルを含む残りのシュタイエルスカがセルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国に並行され、現在はスロベニア領となっている。 1910年のシュタヤーマルクの人口は以下の通りである。オタカルケ、バーベンベルクやプシェミスル町、アールパートアサレオポルト系以降はオーストリア君主一覧のオーストリア大公と一致する。ありがとうございます。